各病室を回っていると、途中の給湯エリアに人影が見えた。先ほど救急搬送された患者さんのご家族だろうか。私はゆっくりと近づき、声をかけた。何かお困りのことでもありましたか？うつむいていたその男性はゆっくりと顔を上げ、私の顔を見つめる。先ほど、家内がこちらへ運ばれてきたのですが、こんなことを初めてで。お気遣いありがとうございます。そう言って、にっこり笑った。どこか見覚えのある笑顔だと思ったのだが、思い出す前に、その男性は立ち上がり、私に背を向けた。僕がしっかりしないと。その声は少し震えていた。奥様の容態は安定してると伺ってますし。途中まで言いかけて、私は不思議に思った。私は施設育ちだからか、初めて会う人にうまく話せたことがない。患者さんにしろ、そのご家族にしろ、どうしても業務的になってしまうのだ。ところが、私はこの男性に対してはスラスラと言葉が出てくる。なぜかこれ以上話しているととんでもないことになってしまいそうな予感がした。それがいい予感なのか悪い予感なのかはわからない。何かありましたらあちらにナースステーションがありますので。そう言って巡回に戻ろうとした時、男性が私を呼び止めた。藤本さん？どうして私の名前を知っているのだろうか。声にならず、ただただポカンとする私を見て、男性が近づいてくる。覚えていないかな。もう何年前になるだろう。僕もおじさんになっちゃったからな。私は過去へと記憶をたどっていく。もしかして。仕事を終え、家に帰る私。商店街にある美容室の前を通りかかり、そういえばそろそろ髪型を整えなければいけなかったことを思い出す。そういえば、次の休みはいつだったかしら。仕事柄、いつも髪をまとめているので、美容院へ行くことが億劫になる。家族もいない、友達もいない。そうやって今まで生きてきた私にとって、身だしなみを整えることに何の関心もなかった。シンプルなもの、清潔感のあるもの、私が求めるファッションとはそれだけだった。藤本優奈、それが私の名前だが、名付けてくれた親はもういない。私が幼稚園に通っている頃、家族で出かけた時に事故に巻き込まれ、帰らぬ人となった。私は一人一命を取り留めたものの、その後親戚中をたらい回しにされる。着るものも食べるものも満足に与えられることはなかった。大人が思うよりも子供は大人の話をよく聞いているものだ。どうしてうちが面倒を見なくちゃいけないの？うちは家計的にも苦しいから、これ以上子供が増えると困る。そんな大人たちの話を聞くうちに、私は存在してはいけない子供なんじゃないかと思うようになった。最終的には施設へ預けられることになったのだが、その頃にはすでにおどおどした子供になっていた。どこへ行っても身を潜め、周りの様子を伺い、人に言われるがままに過ごしていた。今でも自分の気持ちを表現することが苦手だ。そのため、仕事先の人間関係もうまくいかない。だが、看護師という仕事だけは私の生きがいだった。どんなに辛いことがあろうとも、この仕事を離れることだけは考えられない。昔、ある看護師に感銘を受けたのだ。自分もいつかそうなりたいとずっと夢に見てきた。今でもその気持ちを忘れたことはない。その人のように優しく、まっすぐに人を見られるようになるように。
そう思ってはいるのだが、現実はうまくいかない。愛情というものを知らずに大人になってしまった私には、夢は夢でしかないのかもしれない。また気分が落ち込みそうになって我に返る。美容院の予約をしようと考えていただけなのにな。一人で過ごす時間が長く、誰とも会話らしい会話をしないので、何かと考え込む癖が私にはあるようだ。商店街の美容室の前で佇む私を通行人が避けて歩いているようだ。早く帰って休みの確認をしよう。気を取り直して私は家路に着いた。家に帰り休みを確認すると、私はインターネットで美容室の予約をした。お風呂に入り、休みの日に作り置きをしておいたおかずを温める。ワンルームの狭い部屋に置かれたミニテーブルでくつろぐのが私の一番好きな時間だ。しばらく携帯をいじった後、さっと後片付けを済ませてベッドに潜り込む。明日は夜勤だ。それまでの間に買い出しに行き、作り置きのおかずをストックしよう。私は堅実で質素な暮らしをしている。それは自分が望んだことだ。看護系の大学に入るには奨学金を借りるしかなかった。親が残してくれた遺産は日々の生活をするだけで底をついてしまったのだ。私をたらい回しにして施設に送り込んだ親戚たちが学費を出してくれるはずもない。そんなところで恩を受けることもしたくなかった。看護師として働き始めてからその奨学金の返済を続けていたので、現在でも貯金というものはできていない。だが、夢を叶えるためにはお金を借りることは必須だった。今でもこの仕事にやりがいを感じているし、そのことに後悔はない。それに、もともと派手な性格ではないので、質素な生活が私にはちょうどいいのだ。また一人で考え事をしているうちに、私はいつの間にか眠りについていた。翌日目を覚ますと、昨晩考えていた通りに私は買い出しへ出かけた。スーパーで特売されている食材を買い、同時に何を作るかを考える。施設を出て一人で暮らし始めてからというもの、ずっとこういう生活をしてきたので慣れっこだ。誰かに食べさせるわけでもないので、凝ったものを作る必要もない。さっと買い物を済ませ、家に帰るとすぐに調理を始める。夜勤中に仮眠の時間があるとはいえ、やはりそれまでに少しは休息の時間も取りたい。3、4品作ったところで、今日の勤務中に食べる用のおにぎりを作る。すべてを作り終え、片付けも終わったところで時計を見ると、お昼の1時を過ぎていた。勤務は夕方の5時からなので、通勤時間を考えると2時間くらいは時間が取れそうだ。先ほど作ったおかずとご飯を少し食べると、私はベッドに横になった。動画サイトからリラクゼーションミュージックを垂れ流しにし目を閉じる。このひとときが私にとってのくつろぎの時間だった。音楽を聴きながらうたた寝をしていると誰かに話しかけられている夢を見た。どうやら女性のようだ。優しく微笑んでいるのはわかるが、その顔はぼんやりとしている。私に手を差し伸べ、子供の頃の姿になっている私はその女性の手を取る。すると私の心は温かいものに包まれたかのようにじんわりとほどけていくようだ。遠い記憶の中からその女性のことを思い出そうとするのだが、誰だかわからない。ただずっとその夢の中にとどまっていたい。そんな気持ちでいっぱいになった。やがて女性の姿は感じられなくなり、私はただふわふわとした心地よさに流され、雲の上を漂っているかのような感覚になる。はぁ、気持ちいいと思っていると、遠くから何かの音が聞こえてくる。それは
私を現実に戻す携帯電話のアラームの音だった。寝ぼけながら携帯の画面を確認すると、15時30分の文字が見える。ああ、そうか。私はうたた寝をしていたんだな、と理解すると同時に、目元が濡れていることに気がついた。夢を見て泣いていたようだ。だがもう、どんな夢を見ていたのかさえ思い出せない。と背伸びをして気持ちを切り替え、私は仕事へ行くための準備を始めた。お疲れ様です。職場に到着し、日勤の同僚たちに挨拶をする。みんな挨拶を返してくれるが、業務的なものだ。申し送りを終え、日勤の後輩たちが帰っていく。今日は商社勤務の人たちと合コンだーなんて言っては、キラキラした服を身にまとう彼女たちを見送った後、同じ夜勤に当たっている後輩の一人が声をかけてきた。いいですよね。私も行きたかったな。あ、でも藤本さんには関係ない話でしたね。あからさまに嫌味を投げかけてくる。にっこり笑って会釈をすると、ため息をつかれた。私は若い後輩たちのストレスの吐け口になっているのだ。関係ない話題を振られて見下されたり、持ち物や服装に関して陰口を言われたり。業務中も何かと理由をつけて私に仕事を押し付けてきたりする。抵抗することもなく、そういうものの言いなりなので、余計にきつく当たってくる人もいる。先輩からも、若い子に舐められたらダメよ。もっとしっかりしてちょうだい。と、叱られたりするのだが、どうも性格上、誰かの言われるがままにやり過ごす方が楽なのだ。各病室の入院患者さんの検温や点滴の交換を終え、休憩に入ろうと後輩へ声をかけた。インスタントのお味噌汁に持ってきたおにぎりを食べていると、わざわざおにぎり作ってくるとか、どれだけケチなんだろうね。ほら、藤本さんって施設育ちらしいじゃない？それも関係してるんじゃない？と、また私の陰口を叩いているようだ。自分の境遇を不幸だと他人に決めつけられるのには慣れている。言いたい人には言わせておけばいい。私は今、憧れの職業につけて幸せなのだ。なんて思えるくらい強くもない私は、肩身が狭くなり、早々に食事を済ませ、外の空気を吸いに出た。外の空気は冷たかったが、私の気持ちを冷静にさせる。他人との距離を測りきれない私はいつでも一人でいることを選んできた。誰と関わるのも怖かったのだ。自分の気持ちを伝えるよりも、心を閉ざして一人でいる方が楽だと人間関係を築くことから逃げてきた。陰口を言われることに慣れている、なんてことは今でもない。好きで施設で育ってきたわけではないし、私にだって心はある。だが、ずっと自分の存在価値を見出すことはできなかった。陰口を言われ、それに対抗したところで誰が私を認めてくれるだろうか。そんなことをしたって、さらに距離を置かれるだけだ。それなら、最初から聞こえないふりをしてればいい。自分の意思を無視してでも、誰かの言いなりになっている方が痛みは最小限に抑えられる。子供の頃からそうやって生き抜いてきたのだ。はぁ、ほんと私のことなんて放っておいてくれたらいいのに。夜空に一つため息をつき、私は業務へと戻ることにした。私が休憩から戻ると、ナースステーションがバタバタとしていた。どうやら救急患者が運び込まれてきたようだ。空いている病床を確保し、運ばれてきた患者さんがスムーズに病室へ入れるように準備をした。数時間後、ようやく患者さんが病室へと運ばれてきた。処置が終わり、眠っているようだ。容体は安定しているようだったので、私たちはそれぞれの仕事へ戻る。
眠っている患者さんたちに異常がないかの巡回、点滴の交換、各病室を回っていると、途中の給湯エリアに人影が見えた。お湯とお水が出るサーバーがあったり、自動販売機があったりするそのエリアのソファーに誰かが座り込んでいるようだ。普段着を着用しているので、どうやら入院患者ではない。おそらく先ほど運ばれてきた患者さんのご家族だろうか。私はゆっくりと近づき、声をかけた。先ほど運ばれてきた方のご家族でいらっしゃいますか？うつむいていたその男性はゆっくりと顔を上げ、私の顔を見つめる。何かお困りのことでもありましたか？その男性は再びうつむき、小さな声で、ああ、いや、と、独り言のようにつぶやいた後、また私の顔を見つめ、笑いながら答えてくれた。先ほど、家内がこちらへ運ばれてきたのですが、こんなこと初めてで、少し戸惑っていました。お気遣いありがとうございます。と、にっこり笑った。どこか見覚えのある笑顔だと思ったのだが、思い出す前に、その男性は立ち上がり、私に背を向けた。僕がしっかりしないといけないのは分かっているんですけどね。その声は少し震えていた。奥様は今は眠っていらっしゃいます。それに、容体は安定していると伺ってます。私たちはいついかなる時も患者さんに寄り添う気持ちを持っていますし。途中まで言いかけて、私は不思議に思った。初めて会う人に私はうまく話せたことがない。患者さんにしろ、そのご家族にしろ、どうしても業務的になってしまうのだ。ところが、私はこの男性に対してはスラスラと言葉が出てくるのだ。私が急に言葉に詰まると、男性はこちらに向き直り、私の顔をまじまじと見つめてきた。なんて言っていいのかわからないのですが、奥様のことは私たちにお任せください。そして、どうかご主人も無理をなさらないでください。これ以上話していると、とんでもないことになってしまいそうな予感がした。それが、いい予感なのか、悪い予感なのかはわからない。ただ、私は、今の自分の環境を変えたくなかった。それが怖くて、早くこの場から離れなくては、と思った。何かありましたら、あちらにナースステーションがありますので。そう言って、巡回に戻ろうとしたとき、男性が私を呼び止めた。藤本さん？私の名札を見たのだろうか。不意に名前を呼ばれた私は、男性の方を振り返った。もしかして、藤本優奈さん？どうして私の名前まで知っているのだろうか。声にならず、ただただポカンとする私を見て、男性が近づいてくる。そして彼は、私の胸ポケットに刺さっているボールペンと、私の顔を交互に見る。優奈ちゃんだろ？このボールペンは、ミユが君にプレゼントしたものだ。僕も一緒に買いに行ったから覚えているよ。彼の表情はみるみる明るくなっていく。え？ミユ。聞き覚えのある名前にドキリとした。覚えていないかな？もう何年前になるだろう。僕もおじさんになっちゃったからな。過去へと記憶をたどっていく。ミユお姉ちゃん。たらい回しでお世話になってきた親戚の中に、唯一私を可愛がってくれたお姉さんがいた。私が看護師を目指すきっかけにもなった人だ。もしかして。みゆお姉ちゃんには当時彼氏がいて、二人はよく私を遊びに連れ出してくれたのだ。トールだよ。よく三人で遊んだよな。どんどんと当時の思い出が蘇ってくる。私が施設に預けられる前、小学三年生の頃、私はみゆお姉ちゃんの家にお世話になっていた。彼女の両親は私には冷たかったが、お姉ちゃんだけは私に優しくしてくれた。
トール兄ちゃんもよく家に遊びに来ては宿題を見てくれたりしていたのだ。休みの日には遊園地に連れて行ってもらったこともあった。ミユお姉ちゃんは看護師、トール兄ちゃんは教師を目指していて、私はこの二人のような大人になりたいと憧れていたのだ。ある日、私が高熱を出して寝込んだ時だった。おばさんもおじさんも険しい顔つきをして、ミユお姉ちゃんにだけはうつさないように私にきつく言い渡した。意識が朦朧とする中、私はぼんやりと考えた。そういえば、大事なテストがあるって言ってたっけ。ミユお姉ちゃんは看護師になるための国家試験を控えていたのだ。おじさんおばさんが私を遠ざけようとするのも無理はなかった。だが、まだ子供で、しかも経験したことのない高熱にうなされていた私は、どうして自分だけがこんなに辛い思いをしなくてはならないのかと、自分の人生を恨めしく思った。どれくらいの時間が経っただろうか。寝込んでいた私には、時間を把握する余裕すらなかった。バタバタと階段を駆け上がってくる音が響く。おばさんが絵画から何か叫んでいるが、耳がこもって聞き取れない。さもすると、私の寝ている部屋にミユお姉ちゃんが息を切らしながら入ってきた。ユナちゃん、大丈夫？泣きそうな顔をしながら私の顔を覗き込む。頭がぼんやりしているので、うまく言葉にできない。それに、おじさんとおばさんに、ミユお姉ちゃんに近づかないように言われていたことを思い出した。なんとか少しでも離れようと体を動かすのだが、節々が痛い。布団の中でもぞもぞと動く私を見て、辛いね、と。私の気持ちとは裏腹に、彼女の手が頭を撫でてくれる。それは、すごく心地の良いものだった。ドアの外から、おばさんが、ミユお姉ちゃんに声をかけた。ミユ、早く出てきなさい。あなたもうすぐ試験なんだから、移ったら大変なの分かってるでしょ？ミユお姉ちゃんはため息をつき、ちょっと待ってね。と、私に微笑むと、ドアを開けて、おばさんに怒鳴り返した。お母さん、私は看護師を目指しているのよ。ミユお姉ちゃんが普段は出さない大きな声を出すものだからおばさんは驚いている。それぐらいわかってるわよ。おばさんはたじろいだ。目の前にこんなに苦しんでいる子がいるのに、それを放っておいて何が看護師よ。彼女の勢いにおばさんは何も言い返せないようだ。自分の体調くらいちゃんと管理するわ。今はユナちゃんの看病をさせてちょうだい。少し言い過ぎたと思ったのか、いつものように優しい口調でおばさんを説き伏せる。わかったわ。無理はしないでね。そう言うとおばさんは一階へと降りていった。熱で辛い時に大声出してごめんね。もういつものミユお姉ちゃんに戻っていた。お姉ちゃん、ごめんなさい。私なんかのためにおばさんと言い合いをさせて申し訳なく思った。それに風邪がうつってしまったらと思うと、さらに頭が痛くなった。いいのよ。そうだ、ユーナちゃんのためにプリンを買ってきたの。そう言って彼女はビニール袋の中からプリンを二つ取り出して笑った。一緒に食べよ。私は、ミユお姉ちゃんに支えられながら体を起こした。ほてった体に冷たいプリンが染み渡り、すごく美味しかったのを覚えている。自分の身を犠牲にしてまで、私の看病をしてくれたミユお姉ちゃんは、その後、国家試験を見事に合格してみせ、ずっと目指してきた看護師になったのだ。ミユお姉ちゃんが家を出てしばらくして、私はまた別の家に預けられることになったので、それ以降のことは知るすべがなかった。ただ、ミユお姉ちゃんが看病してくれた時の優しさ、温かさが胸に染みた私は、
そこから看護師を目指し始めたのだった。彼女のように自分を犠牲にしてまで患者さんに寄り添える看護師になる。その思いを胸に今までやってきたのだ。ゆうなちゃん?よみがえった記憶と思い出に浸り、ぼんやりしていたが、トール兄ちゃんの声にはっと我に返る。あ、ごめんなさい。まさかこんなところでお会いできるなんて。よく見ると、確かにトール兄ちゃんの面影がある。あれからもう30年か。トール兄ちゃんの目がうるうるとしていた。ミユが目を覚ましたら顔を見せてやってくれるかな。私が静かにうなずくと、トール兄ちゃんは安心した表情を見せ、入院のための荷物を取りに一度家へ戻った。巡回ついでに私は運ばれてきたミユお姉ちゃんの病室へと足を運んだ。どうやら眠っているようだ。だが、確かにその顔は、あの、ミユお姉ちゃんだった。私の憧れの人。こんな形で再会できるとは思っていなかった。目が覚めた彼女の瞳には、私はどんな看護師に移るのだろうか。期待と不安が私の中で渦巻いていた。翌日、夜勤を終えた私は家に帰り、少し仮眠を取った。昼過ぎに美容院の予約をしてある。いつもは伸びた髪を切り揃えるだけで、何年も同じ髪型にしてきたのだが、今回は少し変えてみようと思った。トール兄ちゃんは私に気がついたが、もしも美容お姉ちゃんに気がついてもらえなかったら、と思うと怖かったので、小学生の時と同じ髪型にしてもらおうと思ったのだ。背中まであったロングの髪をボブにしてもらう。ここまで髪を短くしたのは何年ぶりだろう。肩のあたりがスーッと軽くなり、どこか気持ちも晴れやかになったのだった。翌日、出勤すると早速後輩たちがひそひそと私の髪型について話しているのが聞こえてくる。中には直接髪を切った理由を聞いてくる猛者もいたが、私は適当に返事をして業務に集中した。そうこうしているうちに、ミオお姉ちゃんの点滴の交換の時間がやってきた。病室へ入ると、トール兄ちゃんが私に気がつき、目配せをする。私はドキドキしながら彼女の元へと近づいた。ミユ、看護師さんが来てくれたよ。トール兄ちゃんが声をかけると、ミユお姉ちゃんは私の方に振り返る。目と目が合い、ドキッとする。はあ、確かにミユお姉ちゃんだ。寝顔は見ていたけれども、こうしてはっきり目が合うと、込み上げてくるものが確かにあった。鼻がツーンとしてきた私は、さっと目をそらし、点滴の交換作業に取り掛かる。点滴を交換しておきますね。そう伝え、空になりかけている点滴に手を伸ばしたその時。ゆうなちゃん?彼女があの時と同じ優しい声で声をかけてきた。私の瞳から一筋涙がこぼれた。やっぱり、ゆうなちゃんだ。みゆお姉ちゃんも、トール兄ちゃんも優しく微笑んでいる。どうして私だってわかったの?最後に会ったのはもう30年も前だし、私はすっかりおばさんになってしまっている。トールから懐かしい人に会ったって聞いていたの。それに、面影もしっかり残ってるわ。昨日、美容室であの頃と同じ髪型にしなかったらどうなっていたのだろうか。そう思っていた私の気持ちを見透かしたかのように、ミユお姉ちゃんが続ける。髪型だけじゃないわよ。そして、私の胸元に視線を向ける。そのボールペン、よく覚えてる。トール兄ちゃんも覚えていたという私の胸ポケットに刺さっているボールペンがキラリと輝いた気がした。そのボールペンは私に似つかわしくない
可愛らしいキャラクターもののボールペンだ。これまで散々同僚たちに馬鹿にされてきた。地味な人なのに、なんであのペンだけ可愛いのかしら。似合わないわよね。それでも、私は片時もこのボールペンを離さなかった。ミオお姉ちゃんにもらった大切なものだったし、彼女のような優しい看護師になるという夢を忘れずにいるためのものでもあった。もうインクは出ない。それでも胸ポケットに忍ばせていたのはある種のお守りのようなものなのだ。大事にしていてくれてありがとう。それに、ミオお姉ちゃんがトール兄ちゃんに支えられながら体を起こした。こんなに立派な看護師さんになっていたなんて。ミーお姉ちゃんの目も潤んでいる。私は、まだまだ。ミーお姉ちゃんに憧れて看護師になったのはいいけど全然ダメで。うつむく私の手をミーお姉ちゃんがそっと包み込んでくれた。そんなことないよ。あの時の約束のこと覚えてる？私はうなずいた。ミオお姉ちゃんが家を出ていくとき、二人で約束したのだ。私はミオお姉ちゃんのような優しい看護師になること。ミオお姉ちゃんは私の憧れの看護師であり続けること。いつか必ず看護師として再会しようと。看護師になる夢、叶えてくれてありがとう。私も頑張ってきたんだよ。ミオお姉ちゃんは、これまでのことを話してくれた。看護師として働き始め、久しぶりに実家に帰ると、私がいなくなったことを知ったそうだ。働き始め、ある程度生活に慣れてきたら、私を引き取ろうとしてくれていたことも教えてくれた。その時私は他の親戚宅にいたのだが、それも短期間で、また別の家に引き渡されることになる。そういうことが続き、私の足取りをつかむことが困難になり、ものすごく後悔したそうだ。私が家を出るときに一緒に連れて行けばよかったのにね。申し訳なさそうに謝るミーお姉ちゃんの手を私は握り返した。その後、トール兄ちゃんと結婚したこと。子供には恵まれなかったけど、自分は看護部長にまで上り詰めたこと。私は言葉にならず、ただただうなずくことしかできなかった。そして、サイドテーブルの引き出しの中から、私と同じボールペンを取り出してみせた。私もお守りのように持っているの。いつか必ず会えると思っていた。私は嬉しくて、こらえきれずに、ミーお姉ちゃんに抱きついた。こんなにも心が温かくなることが、これまであっただろうか。二人で抱き合う背中を、トール兄ちゃんが優しく撫でてくれた。ミユお姉ちゃんの点滴の交換を終え、一度ナースステーションに戻った私を待っていたのは、先輩の叱責だった。いくらご親族とはいえ、私情を持ち込むのはいけないって、わかるわよね。まったく、新人じゃないんだから、それぐらいわかるでしょ？叱られている私の後ろで、後輩たちがクスクスと笑いをこらえている。確かに、冷静に考えれば先輩の言う通りだ。私が素直に反省しているのを見て、先輩もそれ以上は追求してこなかった。まあ、藤本さんの感情をそこまで揺るがすほどの再会だったのなら、これ以上は言いません。でもこれからは気をつけてください。そう言い残して、先輩は業務に戻る。いつも何か失敗をして怒られるときは落ち込み、ふさぎ込んでしまうことが多かったが、なぜだか今はそれでも頑張ろうという前向きな気持ちになれた。その気持ちはきっと、ミユお姉ちゃんとの再会があったからこそだと思う。その日の日勤を終え、プライベートとしてミユお姉ちゃんのお見舞いに再び顔を出した。あの後、先輩に叱られたことをミオお姉ちゃんに話すと、彼女はケラケラと笑った。確かに、私でもそりゃ怒るわ。ごめんごめん、と謝るお姉ちゃん。
こうして自分の失敗談を笑って話せるのは、みゆお姉ちゃんだけだ。どれだけ年月が経っていようと、私の甘えられる人はこの人だけなんだと思った。数日後、みゆお姉ちゃんは無事に退院。私は一看護師としてその姿を見送ったのだが、帰り際、付き添いに来ていたトール兄ちゃんから小さく折りたたまれた紙を渡された。また私情を挟まないかと先輩看護師が目を光らせていたが、みゆお姉ちゃんが先輩と話をしていたので気づかれることはなく、二人は入院病棟を後にした。休憩中にトール兄ちゃんから渡された紙を開けてみると、そこにはみゆお姉ちゃんの連絡先と住所が書かれていた。小さく必ず連絡してねとも書いてある。住んでいる住所は私の暮らしている町から歩いて行ける距離だった。こんなにも近くに住んでいたのに、どうしてすれ違うことすらしなかったんだろう。運命のいたずらに、私は苦笑した。一年後、私は仕事を終え、帰り道を急いでいる。今日は、トール兄ちゃんの誕生日パーティーだ。みゆお姉ちゃんが腕によりをかけて、美味しいご飯を作って待っている。あれから、私は二人の家によく遊びに行くようになった。トール兄ちゃんは一緒に暮らそうかと提案してくれたのだが、私とみゆお姉ちゃんはその提案を拒否。お互いに同じ仕事なので、生活リズムが変則的なのは分かっていたからだ。私でさえあなたに遠慮する時があるのに、ゆうなちゃんにもそんな思いをさせたくないわよ。と言ってくれた。トール兄ちゃんはしょんぼりしていたが、気持ちは嬉しかったことを伝えると、すぐに明るい表情に戻り、じゃあ、みんな仕事を引退したら一緒に暮らそうな。と言い出し、またみゆお姉ちゃんと私は顔を見合わせて笑った。トール兄ちゃんは一人キョトンとした顔をしていたのだが、そんな憎めないお兄ちゃんの誕生日だ。思いっきりお祝いしてあげようと、二人で計画していたのだ。三人で乾杯をした後、みゆお姉ちゃんが最近の仕事について聞いてきた。実は、彼女と再会してからというもの、私に対する陰口や八つ当たりは減っていた。みゆお姉ちゃんと私の勤める病院の看護部長が同期らしく、そのことを知った同僚たちは、あまり私に近づかなくなっていたのだ。私情を挟んでるのは、お姉ちゃんも一緒だよね。私が冗談めかして言うと、ゆうなちゃんは自分で気がついていないの?と質問で返された。何のことだろうと考えていると、また優しく微笑みながら教えてくれたのだ。自分と再会してから私の表情がとても豊かになったこと。それが周りにも伝わり、これまで暗いだけだった私の印象はかなり良くなったとうちの看護部長が話していたそうだ。なんだか照れくさかった。確かに二人の家に通うようになってからは、私は毎日を楽しいと感じていた。遊びに行く日までを指折り数えて待ち望んでいたり、その日のために仕事も頑張れる気がしていた。まさかこんな形で評価される日が来るなんて。そして、これまでずっと出世とはほど遠い世界にいた私だが、主任になる話が出ていたのだ。実はね、私は自分の出世の話に加え、もう一つ報告していなかったことを二人に話す。私の話を聞いて、二人は冷やかしてきたのだが、それもなんだかこそばよかった。私の表情が豊かになったことから、同じ病院に勤める医師の男性から食事の誘いを受けていたのだ。仕事もプライベートも急に明るく輝き出したのは、まさに二人のおかげだとお礼を言うと、みゆお姉ちゃんが言ってくれた。もともと、ゆうなちゃんが持っていた素質なのよ。続いて、トール兄ちゃんが張り切る。よし、じゃあ、これまでとは違うゆうなちゃんに生まれ変わったということで。何をするのかと、みゆお姉ちゃんとワクワクしながら、トール兄ちゃんに注目する。今日、新しいゆうなちゃんの誕生日にしよう。
トール兄ちゃんがグラスを高く掲げた。私とミウお姉ちゃんもそれに続く。そして三人で声を揃えて乾杯した。誕生日、おめでとう。